はい、どうも、秘密基地ひろめ総帥ハッチーでございます。今回は福島民友カップということでですね、日曜福島11レースダート 1700m のリステッド競争の予想をしていきたいと思います。まあ、このレースなんですけどもね、今日は、メインチャンネルふえがむ TV の方で、まあ、3連単7万円買ってみるという感じでですね、浜屋の浜さんに資金提供を受けて、それの対象レースにもなる予定なんでね、こんな感じの予想なんですが、実馬券では3連単で手数を絞っていきたいと思います。まずはですね、2番オーベルニュ、5番人気、こちらを軸でいきたいと思います。まあ、前走4着でしたが、オープンで十分通用するところを見せた好走でした。まあ、クラス慣れっていう意味ではね、前走が長距離3戦目、まあ、そろそろさすがに通用してくる。まあ、そしてですね、その指数的にもまあここで十分通用するかなということで軸でいきたいと思います。まあ、そして1番ハイランドピーク、まあ、それに勝るとも劣らない実力馬で当然人気はしてるですが、58キロって筋量がね、周りより2キロ重いことを考えると紐までということにしたいと思います。まあ、そして5番デザートスネーク、これもまあ3走前の時計が優秀で、このメンバーに入れてもまあ通用しうるというところとですね、今回のコラボ企画においてですね、まあ僕のね、同級生がいろいろ関わってるんですが、まあ、そうなってくるとね、この厩舎の調教師も同級生なんで紐に入れておきました。まあ、そして10番ソリストサンダー、まあ、ここ3戦2勝でオープンイート好調ですし、時計も優秀ということでいきなり期待をしたいと思います。まあ、そしてブランクエンド、まあ、若手有望株の、ね、西村騎手ですしね、まあ、金層優秀な成績で一気に4戦2勝と、金層4戦2勝で昇級してきて、一息入れての昇級初戦、これもまあいきなり通用してもおかしくないだけの力を見せてきているということで、紐に拾っておいて、まあ、こんな感じの予想でいきたいと思います。まあ、そんなわけでですね、まあ、今日のオープン特別も朝の公開になりましたがやっておりますので、皆さんぜひチャンネル登録の方しておいていただいてですね、まあ、通知の方はオフでもいいかな。まあ、こうやってね、1日何本も上がるんでね、毎回来てもあれかなって人はオフで、まあ、チャンネル登録だけでも、ボタンだけでもね、ポチッとなと、よろしくお願いいたします。以上、ハッチーでした。